学アジサイの果序中央に両生下、周囲に草食下が並ぶ。草食下とは特殊化した花の型である。例えば一つの果序で周辺部の花のみに花びらが大きく発達している場合に、そのような花こをこう呼ぶ。果序全体を目立たせ、放火動物を誘引する効果があると考えられる。例えばアジサイの場合、個々の花は4枚の花弁状の構造が大きく広がって、 平面を作り、そのような花が多数集まって、くす玉のようになっている。このような花には果実を生じず、これは花のおしべとめしべが不完全だからである。実は、アジサイのこのような姿は、人工的な品種改良の過程でできたものである。野生種である学アジサイでは、このような花は、果樹の周辺部のみにある。それ以外の花は、 このような花弁状の構造は見えない代わりに、遠目には目立たないが4枚の学編の他に5枚の花びら、10本のおしべと1本のめしべを持ち、完全な花の形をしている。これに対して、花序の周辺の花では、学編が大きく発達する代わりにそれ以外の要素は不完全となっている。これは、生殖器官としての花の機能を失い、放課動物を誘引するための構造のみが、 発達しているものであり、これを装飾下という。なお、アジサイの場合、果樹を構成する花すべてが、この装飾下に変化したものである。この場合、元来の形である装飾下が周辺のみに生じるのを、額咲きというのに対して、すべてが装飾下になったものを、手まり咲きという。小柄な花が多数集まった果樹を作る植物で、それが、 多数の花の並んだ盤面を作るような場合、その中に、おしべめしべが発達した花と、それらの発達が悪く、代わりに、花びらのような構造が大きく発達した花がある、ことがある。花弁の大きい方は、普通はその花女の周辺に出る。この場合の外側の花びらの発達した花を、装飾下という。内側の花を、両生下という。草食下は不念である。ただし、 学アジサイの装飾下には年生があるとの報告もあるので、中央の花を両生下というのは必ずしも正しくないとの指摘もある。これについては、正常花、普通花などの用語もある。装飾下に対しても周辺下、不年花などの語も使われる。この場合の装飾下は、過剰全体をあたかも一つの花のように見せて、視覚的に目立たせるものと考えられ、花鉢類や、 花は類など、四角の発達した花粉媒介昆虫に対してアピールする効果があると考えられる。草食下の花びらは昆虫の目を引くためであるが、両性花が小さいのは草食下に囲まれた面積の中にできるだけ多くの花を詰め込むことで昆虫の方か一回あたりの受粉効率を高めるための適用とも考えられる。草食毛は両性下よりも早く展開し、 早くに発色して虫を誘う役割をする。また両性花のすべてが咲き終わるまでしっかりその色と形を保つ。実際に装飾毛が昆虫の誘引に効果を持っているということを証明するのは難しい。しかし、小学次に細平たぶがやってきたとき、まず装飾毛に寄ってきて、その後に両性花に移動するとの観察もある。 また、草食下で発達する部位は、アジサイ科では学編、スイカズラ科では花びらであり、全く異なってはいるが、外見的にはとてもよく似ており、過剰における形や配置などにも共通点が多い。これも、昆虫を誘引するための適応と考えれば理解できる。また、両性花が小型になっているので、大きな放課昆虫にとっては装飾下が、その定位する場を提供しており、 装飾芸に乗って両性鼻に口をつけるのに便利との指摘もある。典型的な装飾芸を持つ例としては代表的なものに日本では以下のようなものがある。アジサイ科ではアジサイ属で大部分の種が装飾芸を持つが小アジサイのように全く持たないものもある。どうではこの属以外にも岩柄未属やバイカーマチ属などがやはり装飾芸を持つ。 スイカズラガでは、ガマズミ属のうちの一部が、装飾毛を持つ。それらは、花序の形としてはいずれもよく似ている。ただ、この中で、銀梅草やバイカアマチャでは、両性花が白くて大きく、干渉用に栽培されるほどであるのに対して、その装飾毛はむしろ普通毛より小さいくらいで、一般的な装飾毛の役割を果たすとは見えない。ただ、バイカアマチャの場合は、低木で花が、 枝の下に下がるように咲くのに対して、装飾毛は上に出て、葉の間からその姿を見せるようにつく。また、菊花などの登場花女においても、花女の周辺に花びらが大きく発達した小花が並ぶ例があり、これも効果としては装飾毛と同様と考えられるが、年性を持つものが多い。ただし、ひまわりのようにこの絶妙花が、不念のものは同じように考えることができる。 類似する構造としては、例えば混本化の場合は、過剰の周辺の花で額片の一枚が大きく広がって白くなり、まるで過剰全体を囲む花びらのようになるが、この例では花そのものは内側のものと大差ない。その耐根化などにも花の一部が耐火して棒などのような装飾的構造のみになる例はあるが、装飾下と呼ばれることはないようである。装飾下は目を引くので、 特に手まり崎きは干渉価値が高く、アジサイはその代表的存在である。スイカズラ科のものにもアジサイのように園芸的に作り出された手まり崎きのものがある。なお、このような観点から装飾芸の文化や発生の気候も研究されているが、詳しいことはまだわかっていない。ありがとうございます。